はいどうも、皆さんこんばんは、モッティでーす。今日もやっていきましょう。星のビビッティアーということで、レベル 4! 今日はレベル4ですね。残りあと、レベル4とレベル、あ、じゃあ痛い!レベル4とレベル5ですからね。まあ、あれですよ。多分ながばがばプレイの中にお送りする奇跡のプレイング。お、いいぞいいぞいいぞ。あ、いい。あ、上見てくれる男子ありがてえ。マジ、あれだよね。女子のよくあるやつでさ、電球変えられないから電球変えてくれる背が高い男子っているっすよね。そう、よくあるよ。よくあるやつね。よくあるやつが、重宝されるからな。ちょっと男子、届かないからちょっとやって、やってやるよ、しゃあねえなぁ。はぁ、男子よし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 。普通に、あれじゃないの今、超えてきゃよかったんじゃないのかシャツを。あ、これは、いや、これどうしようかな。宝箱全部開けた方がいい開けた方がいい。いや、でも開けた方が、そっか、パズルもあるのか。パズルもあるから、あれですね。多分全部、あれですよ。サラリーマン解決問題。なんだっけ?ちょ、サラリーマン、巡回セールスマン問題。そう。巡回セールスマン問題があるじゃないですか。あんな感じで、全部、やってった方が、最終的に得をするみたいな、なんかそういう、あるよね。あるよね。難しいね。ごめんね。でもね、大学入ったら絶対習うから。どこの学部でも、巡回セールスマン問題。あ、乗っちゃった。ちょ、男子!ちょ、男子!義務死にそうなんだけど。ちょ、男子。男子、男子、行くぞ男子。義務死にかけてますけど。そんなことはどうでもいい。はい。先進んでいく。あ、そうだな。じゃあ男子が二人になっちゃった。男子が二人になったけど男子をスルーしていく。あー、男子が結局二人になってしまった。あ、やばい、スープ、ちょっと待って、男子死んだ、痛い。ちょっと待って、これ、このままでいくと、スープレックス、やばい男子助けて私が助けて誰も助けない。ちょ、男子スープレックス対決なんだから男子どうにかして。はい、男子。ああ、スープレックスさんになっちゃった。スープレックスさん。ちょ、スープレックスさんはさすがにあれだと思うんで、ちょっと、ビートリーって言うのか、お前。なんか出てきた、マジか。ちょ、ビートリーさんじゃなくてね。さすがに、ちょこちょこやっぱコピー能力は変えていかないと。いろんな方、のがあった方が、これさ、クラッシュは多分仲間できないんで、先進んじゃう。危ない!ちょ、男子死んじゃう死んじゃうから死んじゃう棒読み。棒読み。楽しいわ。お、来たね。ピコピコ BGM。ピコピコ BGM 来たぞ。ここ俺落ちたな、一回な。落ちたな。記憶あるぞ。今のところで落ちたな。痛い。ここはまったな。はまった記憶あるぞ、俺。はまった記憶ある。はい、からの開けて、よし、攻撃。またば。バグジーだらけなんだけど、この辺。バグジーゾーンなんですよ。バグジーの体力を回復させるっていう、そういうね、なんかこう、安定志向の、ビームキッズのアーダコーダーはしないんで、僕は。安定志向じゃないんで。僕は理せればいいと思ってるタイプの RTA プレイヤーなんで。はい。そんなこと言っても伝わんなくね。どうしようかな。ロッキー強いんだけどな。ロッキー強いけど、でもやっぱさ、あれだね。これさ、普通にゴリ押してるけどさ、いい、それやんなくていいからね。やんなくていいからね。時間の無駄だからね、それ。ガチ時間の無駄だから、それやんなくていいから。はい。さあ、来た。頼むぞ。はい、やって。はい、やって、早く。はい、男子はい、男子攻撃して、男子ナイス、男子スープレックス男子あーれーいいぞ。あ、金のリンゴ。ちょ、待って、男子。おー、強い。さすがのスープレックス。さすがのスープレックスさん。こっちでしょ、多分。違う?こっちでしょ、ほら、タイムアタック。何も出てこない、大丈夫。なんか相手もいる。あー、ファイヤー削っちゃったー。もったいねー。もったいねー。絶対デクノキ様なの分かってたのに。デクノキ様なの分かってたのに。からの、はい。これ強えから。はい。あいつぼどう。あー、壊れた。ちょ、男子助けて。男子。ビビちゃんの子、ビビちゃんこっち。いいぞ、いけ。ちょ、スープレックスが、やれ。スープレックス頑張れ。スープレックス!ちょ、ワドちゃん。ちょ、サクランボなんだな。初めて知った。あー、いっぱい出てきた。パンチだった。やったぜ。はい。あ、届かない!届け!リーチ長
口なんか。で、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 終わり、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 終わりだけどまだ中間じゃない。終わりだけどまだ中間ではない。お、長いぞ。だいたいあれなんだよな。ひとしきり、全部、やっぱり流されるやつ、流されるやつ。流されるやつだから慎重に、痛い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 。流されるやつだから慎重に、慎重かつ大胆に。しかし、ちょっと痛い、ちょっと。大丈夫だ。大丈夫だ。ビビちゃんだったら体力回復できるかな？あ、ナイス？ナイス？その辺はしっかり避けていけばいい。避けていけばいい。やべ、体力がない。まずい。まずい。水中だと体力回復ができない。さすがに焦りすぎている。まずいぞ。まずいぞ。この辺は慎重に行こう。慎重に行こう。慎重、痛い！痛い！やばい！ちょ、待って。絵描けない。絵描けない。絵描けない。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 慎重、押す。押して、これ、一周、もう一周回ったらガバだからね。もう一周回ったらガバだから。慎重に！あ、危ね。なんで火の玉の方消してんの？慎重にな、慎重にな、みんな慎重にな、体力ないからな、体力ないから気をつけろ、体力ないから気をつけろ、おちょちょちょ、オッケー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 、慎重に慎重に、慎重に、一回一回うるせえよって言わないで、それがモッティだから。大丈夫だ、一個一個やってこう、一個一個やってこう、いいよ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 、ハートなんか取らなくていいよ、パズルだけ取ればいいよ、いいよ、ナイス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 、いいよいいよいいよ、オッケー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 、やばい、マジで体力ねえじゃん俺、やべえ、ガチ体力ないんだけど、ちょっとさ。ちょっと頼む、頼む、男子、私を囲って、私を、男子、これさ、もう一周した方がいいよね。絶対した方がいいやつだよね、確か。確かね。そうですね！あぶね！ちょ、男子！ナイス男子、慎重に、男子、クジラ、男子クジラ、いいぞ、男子、ナイス、ああ、ピピピピ、まだピピピ、まだピピピ、ララララのピピピ、ララララのピピピ、ララララのピピピだよ。男子、そこら辺いるから気をつけて。そこら辺男子いるから気をつけて。そこら辺男子いるから気をつけて。男子が害悪みたい。よし、いいぞ。男子、行くぞ、男子。地上、まだ男子。地上はまだ男子。男子、まだ男子、まだ、早く。気をつけて。男子、はい、男子。はい、男子。はい、ご飯食べるよ。はい、マコロン食べるよ。はい、みんなで、おやつタイム、マジでおやつみたいなのしか出てこない。はい、男子。はい、ナイス男子。よーし、危ねえ。台がばば免れた。台がば免れた。やばい。でも、あんまり変な動き方すると危ないから、ちょっと慎重に行かないと。攻撃力高いの大事だからな。何、なんか出てくるよ。とりあえず頑張って。よし。さあ、おっしゃ、体力回復した！オーケー、行くぞ、男子！一気に行くわよ！みんな一気に行くわよ！頑張るぞ、ご利用し、ご利用しな割に結構慎重ですね、みたいな。ビビちゃん、マジ可愛いわ。なんだ、爆弾の位置をちゃんと見とくですよね、これ、そうだ、忘れてた。右、左、ピコンって言ってる間に壊した方が早くね。全部俺壊してるくないか。いいぞ。で、川崎国川崎は無視。川崎国川崎は弱いから無視。だって川崎国川崎だから。バイク川崎でしたっけ。川崎バイク川崎でしたっけ。わかんねえよ。なんでもいいよ。BKB、KBK。BKB だからバイク川崎バイクだから。もうそう。だからなんだよ。そんなところに整合性取らなくていいと思うんだよ。さあ。よし、ボス戦。よし。これ多分中間っすね。さあ、中間。あ、ポンコン。金ポンコン。金のポンコンと銀のポンコンです。ここ、置き攻め。あ、違った。逆か。やばい、大丈夫。みんななんかめっちゃ食らってるけど大丈夫。みんなめっちゃ食らってるけど。ナイスポンコン。ナイスポンコンからの、あ、そういうよ、なんかいっぱい列ができたやつのポンコン。あ、からの、マジか。出てこい、かかってこい、ここだ、イエーイ。ちょ、待て。これ、運ゲトゥーンやるわ、今から運ゲトゥーンやるわ。ちょ、あ、痛い、あ、ちょ、痛い、なんか出てきたんだが、目の前から出てきた。お前じゃない。お前でもない。ちょっとさ、でかいポンコンが来ない。でかいポン、お前だ。よーしー。
ですね、なんかパターンとかあるかも、あったらさ、結構いいかもしれないですね。中間ポイント、なんか結構ここから、この位置からポンコン出てくるみたいな。なんかランダムっぽそうで意外とランダムじゃないっていう可能性はある。意外とね、そういうところってね、あれなんですよ、研究してないと、ガバガバになるところだから、結構知識として問われた時に、そんなん知らないのって言われてちょっと惨めな思いするパターンあるからね。ちゃんと知らないといけない。男子上、上、男子上、男子上。男子、あれなんだよな。バグジー1対1強いけど、1対1しか強くねえから。よし、攻撃。あれですね、攻撃とか体力とかが出てくる、こう、ペースが、ちょっとこう、レベル1、2、3に比べて、ちょっと遅めなんで、そういう意味では、これか。ここか。これやるのか。これやるのか。一個一個あれですよね。確か、つけといた方が、多分いいやつだから。とりあえずまず、ボンカーズ。あ、ちょっと、回転ハンマー、マジか。回転ハンマーに、無用に突っ込んでいく。ちょっと待ってね。はい。一個一個ね。バグ、なんかあれだよな。なんか、確かさ、バグジーはバグジーで言ったような気がするんだけど、スープレックスかなんか。そこしっかりやっていく？いいぞ。いい、優秀。今の完璧に、完璧だった。はい。ちょっと、で、はい。ハンマーつけて、ハンマーつけて、はい、つけて。いいよ。これつけることによって、節約になるから、いろいろ。はい、あとチューチューね。チューチュータイムね。おしおし、節約になる。こういうちょっとこう、小技をね、しっかり入れていくことによって、そんな細かいことまでやります？バグジーいますよね。バグジーはいるけど、痛い！やめて！男子！痛い！近！バグジーはいるけど、でも一応あれか、バグジーにしとくか。バグジーの方が言うて、でかいからなんか、重宝しそうだぜ、みたいな。オッケー、三つ目突破、ドモホルンリンクル、オッケー。じゃなかったっけ？それは節約できるからね。あ、てかビビちゃんがいるわ。そうだ、そもそもビビちゃんがいるんだ。ビビちゃんが降りてこれない。ビビちゃんが降りてこれなくて困ってた。さよならビビちゃん。よし、行くぜ。慎重にな。しっかりこういろいろ貯めた上で、一番最後行くから。これさ、ここで、いけない？いけなかったっけ？これで、四つ目。で、こうやるじゃん。これ壊すじゃん。で、ボンカーズやるじゃん。ぶん投げて。はい、ぶん投げて。乗る。あ、やめて！男子！あれ！かわいそうに。こんな女子にこんな手洗いことするなんて最低ね。やっぱバグジー最低だわ。あった、スピード、オーケー。ナイススピード男子最低ね。本当に。痴漢よね、痴漢。すぐそうやってさ、女の子の体触ってきて、ほんと変態。マジ変態、マジで。もうそういうとこしか考えてないんだな。ほんとよね。すぐさ、あれだからね、ちょっと男子に言っとくけど、すごいね、スカートの中覗いてくるのバレてるからね、男子。誰、バレてますからね。バレてるけどね。無視してあげてんだよ、こっちは。まったく、ド変態野郎とは違う、マジで。よーし、終わった！早く開けてくれ！わぁ、オッケー。もうちょっとパズル解け取って。よし。さぁ。あ、いた。今完全に背景と動画してて分かんなかった。やばい。こんなん壊すから。じゃあ壊すことによって敵が降りてきたらそのまま死んでっから。やばい！大丈夫か？大丈夫じゃなかった。バグジーは大丈夫じゃなかった。オッケー。はい、先へ進む。これはファイヤーの方がいいのでは説。いつあるけど知らん。そんなことは知らん。あ、上になんかあるよ。あ、ちょ、待って、死んじゃう。ちょ、それ欲しいけど、まだ、なんか長い。なんか微妙に長い。届かない！ナイス男子。開いていく！体力回復していく！
これあれですからね、味方も結構トゲで勝手にダメージ食らっちゃってたりするとこだから、ちゃんと体力マージンしてあるっていう、このね、制作サイドの優しさよ。これさ、絶対こっちの方が早いよね。この辺でちょっと一回休憩しておくことによって、休憩しておくことによって、ちょっと体力マージンをしていくね。体力っていうか、浮遊マージン。浮遊マージンってなんつうのめっちゃ登れるんだけど。はいや。ビビちゃん強っ。空中のビビちゃんですね。さすが。男子頑張ってね。男子ついてきてね、ちゃんと。これやんなくてよくね。微妙に待ってるの。ここえいーちょっと遅かったけど、あいーえい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 イェーイスピードイェーイスピードよー順調だね。まあ、一回やってる面ですからね。スイーパー。登っていくそんなものに頼らねえ、俺は。俺はそんなものに頼らねえ。うおー順調順調順調。早い早い。いいよ。いいペースだよ。いいペースだよ。さあ。まだ、まだあんの、まだあんの。まだあんの。知らん、そんなもの。知らん。ガムシ。ガムシや。オッケー、ボスだ。来た。あー、15分、14分台はあるぞ。14分台あるぞ。世界ある、世界ある。世界あるよ。あー、世界あるけど、ちょっと、あれだな。能力がちょっと、あれだった。あ、痛い！あー！ちょ、待って。ちょっと、痛い痛い、男子痛い、男子痛い。ナイス男子。ちょ、スープレックス頑張れ、スープレックス。お前、攻撃力マジで高いから。マジで頑張れ。ちょ、シャンパンファイト、シャンパンファイトは、シャンパンファイト適当にこの辺で振ってれば勝てるから。男子、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 ここ早く、男子、ここ男子、ここ男子、頑張れ、ナイスー。やばいね。今考えるとさ、柔道部とさ、何部なんか柔道部二人みたいな編成なんだけど。あ、まだ、まだ、まだあんの、マジか。まだあんのか。すごいよね。柔道部と、応援団と、何スケート部何部なんかでも、あれだよね。チリってちょっと吹奏楽部っぽくない？いやでも見た目はなんかあれだよな。あ、間違えた。食らってんの。美術部と、美術部と、柔道部二人。ハンマーってどうなの？イェーイ。終わりですか？あ、ここになんですね。はい。んで、まだある。まだあるよ。全然あるよ。ここあれですね。イライラタイムですね。ここあのネタコーナーですね。ネタコーナー。マリオ64で言うとこのネタコーナー。ここだ！大丈夫か？チーン！チリーン！運動神経なかったから、やっぱ運動部じゃなかったみたいな、あいつは。あいつは運動神経なかったからな。はい、これだけ取って、こっち。まあ、運動部じゃなくてついてこれないからね。あの速度にはね。ドンマイとしか言いようがない。さあ、先進む。はいよ！いいぞ、バニレオ。ワドちゃん。てか、あれだね、あのさ、なんか、いろいろあるのかなって思ったらさ、ないんですね。ちょ、早っ。ビビちゃん、早マジで、ここ。ちょ、早すぎ、ワロータ。ちょ、これどけて。はい、どけて。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。もう下からさ、一応これ下からなんかエレベーター式に上がってくるステージなんですよ。全然、もろともしない。ここでもちょっとビビちゃん最速説あるかもしんないな。ありそうですね。ビビちゃん最速説。どうすんの？あ、上？あ、違う。あ、なんだっけ。こんなとこあったっけ？こんなとこありましたっけ？ありましたっけ？なんで？ちょ、男子突っ立ってないで、なんかやってよ。あ、降りる、はい、降りる、降りる、降りる。ちょ、届かない。ナイス、ナイス、ナイス。で、あ、そこで止め具が、あるんですね。へっこんでるんですね、微妙にね。ちょ、さあ。男子にいろいろ言いたいことあるけど、いいや。頑張って、男子。頑張ってくれたらいいよ。はい、降りまーす。はい、参りまーす。つかまなくてよくないか。突っ込みはよくないか。いいよ、いいよ、いいよ。狭まるよ、狭まるよ。狭まるよ。いろいろ、いない、刺してけ、刺してけ、刺してけ。後ろの時計に刺してけ。それが一番早いぞ。刺してけ、刺してけ、お前ら。お前ら余計なことせずに。
おい。はい、下へ参ります。下へ参ります。あ、来た！マックス！あ、攻撃がマックスにならないよ。攻撃がマックスにならないよ。だがしかし、もうゴールですね。あとわずか。お、でも実時間はだいぶ時間かかってますよ。RTA 的、タイムアタック的には、あ？ビビちゃんのこの高速移動舐めたらあかんぜ。舐めたらあかんぜよ。舐めたらあかんぜよ。これさ、なんか、ボーナスステージとかあったような気がするけど、もういいや、行こう。もう、あったよね、確か。あったよ、あった。あったけど、もういい、知らん。ゴールしちゃ、ゴールします。あったよな、知らんところにね。まあでも多分、ジグソーとかそっち系だと思うんで。さあ、出てくるのは、クロッコとダブルクロッコかな、じゃあ。クラッコ。なんでね、クロッコって言っちゃうんだろう、クラッコ。早っ。やん。からの、あのタイム止まらないもんね、まだね。まだタイム止まらないから。そうね、まだだよ。はい、ダブルクラッコよ、ダブルクラッコ。はい、ダブクラ。はい、ダブクラ、頑張って、ダブクラ。ツインクラッコ。はい、届かない。これさ、あれかなって思うんですけど。いて、今食らってる？俺じゃねえよ。あさ、石上に掲げとけばさ、為替操作ついてさ、どこ叩いてんの？男子バカ。男子はバカですね。男子叩きなさいよ、男子。来た。おう、やった !18 分切り！やったぜ、18分切りだぜ。見たか。これが RTA 勢の強さぜよ。強さぜよ。それなりにアイテム拾って。どうだよ。あ、来たか。いやー、埋まらねえ。これさ、ダブリがある。あ、来た！よっしゃー、来たー！ウルトラソードとか、ファイトフォーザクラウン。もろもろですね。やりましょう、これも。ゆっくり。いや、右下とかね、懐かしいですからね。まあ、フォロワーもいますね。はい。いや、素晴らしい。4枚目のメモリアルイラストが、メモリアルイラストができました。はい。以上、モッティでした。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。なんか今週末もとんでもないことになりそうな件について。金曜日は名探偵ピカチュウがあるでしょ？土曜日はスプラトゥーンのフェストミラクル交換があるでしょ？あ、新武器もあるよね。日曜日は、ポケモンの指振り大会があるじゃないですか。個人的には日曜日あともう一個あるんですよね。どうしたらいいんだろう、今週末。あったかくして寝ろよ。